吉田さん、目的を達成するのにどんな手段でも達成はできると思うんですけども、自分にそれが扱えるかどうかっていう問題もありますよね。そしてそれにどのぐらい時間をかけないといけないのかっていう問題もあります。スタートする年齢によっても選ばないといけないものがあると思います。例えば私がこれからプロボクサー大リーガーの選手を目指して頑張っても、これは多分不可能でしょうね。不可能なんですよ。この年齢からこの体格からできないこともあるんですよ。でも年齢とか体格とかそういったものに関わらず、目的を達成する方法が見つかったとしたら、それを試してみるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん不確定要素はありますよ。やってみたけどダメだったってことがあるのが人生ですからね。そんなこと結果は誰も約束しきれませんし、結果が得られなかったからといってその方法を教えてくれた人を恨むのもなんか変な話ですよね。いろんな方法がある中で選んだのは誰なんですかって話ですよね。お願いします、教えてくださいって言ったのは誰なんですかって話ですよね。私はずっとこのインターネットの世界を見てきて8年間、やっぱ正解だなと思ったのは、とにかく多くの人が辞めていくってことですよね。残念ながら嫌な会社員とか嫌な派遣社員とか嫌なバイト日雇いっていうのは結構やってるのに、なぜか、このどこかでリタイアが待っている、結構早くリタイアが待っている、しかもものすごい速度で自分の目的地に達成する、このバイラルがかかるね、レバレッジのかかるインターネットの世界っていうのを手放してしまうのは非常にもったいないなと思いますよね。でもまあ向き不向きもあったり、パソコンで何かするっていう時点でアレルギーを起こしてダメだっていう人もいるんで、これは何とも言えません。で、私もパソコンはできればやりたくなかった時はやらずに人生終わりたかったんですけども、まあ、そうも言ってられない好奇心があったり、それから不得意分野でね、どのぐらい自分が試せるのかなと思ったところもあって40過ぎてパソコンやってみましたけども、まあ私の体験としてはね、他の人がどうなるか分かりませんけども、私の体験としてはサイトを1万個ぐらい作ったりね、それから YouTube を1万個ぐらい作ったりすればかなり見えてくるものがあるなと。それこそ100個200個と動画を作っていって、動画の再生数に変化がなかったら何か工夫するんだろうと思うんですよ。どっかにヒントを求めるだろうとかね、人の動画でヒットしてるのはどんなネタなんだろうとか、どんなタイトルなんだろう、どんなサムネイルなんだろうっていうふうに考えますよね。で、いろんな動画を見て学びました。言ってみればいろんな人からノウハウをこっそりいただいたわけなんですよ。で、いろんな人のおかげになったんですけども、恩返しらしい恩返しは何もしてないですね。まあ、だけどこのインターネットの世界、特に最近でしたら YouTube の世界でやり続けるってことが、多分誰か私の姿を見てる人に重大なヒントを与えるんではないかなっていうのは思いますね。まあ、その中で私が広告単価、自分のアナリティクスの中で広告単価高いなと思うのは暗号通貨だったり FX なんですけども、特に今ね、暗号通貨の価格があまり気持ちよくないんですよね。私は2015年ぐらいから暗号通貨関わってるんで、今のいわゆる世の中で言われてるね、暗号通貨暴落って言われる価格でも全然美味しいぐらいの含み益なんですけども、でもここ数年で関わった方とか今年に入って暗号通貨ね買った方っていうのは多分高値掴みしちゃってるんじゃないかなと思います。そういうところで暗号通貨の情報とかを流すと、その情報ね、やっぱりアクセス集まるんですよね。で、そういうやり方もあります。人の気持ちを翻弄して粘りに粘って思わせぶりなタイトルをつけてサムネイルを工夫してアクセスを呼んで見てみたけど何もないみたいなね、出るぞ出るぞって何も出ないお化け屋敷みたいなもんですけども、そういう動画の作り方もあります。あとは自分の考えてることとか感想をいつもね、こうぼやくみたいなのもあると思います。それはもう単なる自分の感想なんで、興味を持ってくださる方が来るのか、それとも全く興味を引かずに誰も来なくなるのか、それは選択になりますけどね。でもやっぱり思うのは、その一つのことをしっかりと続けることっていうのは、どんなことでも必須だと思うんですよ。なんかね、すぐ飽きてしまったりとか、半年1年で辞めてしまったりとかして、私は何も見えてこないと思うんですよね。相当根詰めてやれば別なんですけども、多分それなりに食事をして、それなりに睡眠時間とって、それなりに SNS や YouTube 見て楽しみながら、ね、なんかこう彼女となんかしながら、それで空いた時間でネットビジネスみたいな、そんなペースなんだと思うんですよね。多分それだとね、私の最初の3年には全く追いつかないですね。で、アウトプットの
数がものを言ってると思うんですよ、そこアウトプットの数が、うん、やっぱ現実アウトプットの数が一生懸命やってる人と私とどうなんですかってことありますよね。そこが全てなんじゃないですかね、うん、第一歩としては全てで、アウトプットの数とか作業量の上に次のレースとしてセンスとか、あ、なんか知識情報とかね、テクニックとかっていうのはあると思いますけどね。やっぱり何ですかね、これだけ情報量が溢れてる時代に情報で勝とうと思ったら、やっぱり量っていうノルマはこなさないと何も見えてこないんじゃないかなと思います、うん、で FX も結局は FX に参加している人同士との戦いですから、 FX に真摯に向き合って暗記するものは暗記して、トレーニングするものはトレーニングして、何回も何回も繰り返し繰り返しやった人が、その練習量で勝ってる人が本番で負けるわけがないんじゃないかなと思います、うん、まあ私はね、そういうふうに思ってやってますよね。だから誰よりもやり込んだっていう自負はありますし、客観的に見えるようにアウトプットもものすごくたくさんしてると思うんですよ。でそのアウトプットの結果、私の FX の相場解説は結構いい線いってると思うんですよね、うん、まあだからそこで判断していただければいいんじゃないですかね、自分が何をするべきか、うん、億万長者合宿っていうのはそういう旅だと思います。いってらっしゃい。